やっほー、皆さんこんにちは、中ですね。長崎県のマイハウスですね。ほら、今日はなぜ長崎に帰ってきているかと言いますと、普通に仕事です。しかも明日の朝から仕事なんですね。明日の朝から仕事なのに、今日のこの前日の朝の便しか飛ばないっていう、ちょっとね、台風6号に私はスケジュールを引っかき回され、急遽長崎に着いたんですね。そしてですね、中マリア先生とチャッキーとヒスコご一行が長崎に帰ってきてるということで、私はきっとこれから子守のパラダイスだと思うんですけども、お一個目一個の子守ド派手おばさんが帰省したよっていう感じの動画を撮りたいと思います。動画を回すっていうことを家族には伝えてないから、リアルな反応が伺えると思いますので、はい、エレベーターが来ましたよ。お一個目一個久々だから嬉しいな。でも本当に私今日ちょっと一番やりたいことがあるんだよ。アイス食いて、マジで。いるかな、どうだろう。こんにちは。あ、ママ、かなえさん。今、手書き屋さんが、あ、何？電気屋さん、うん、テレビの修理来た。来た来た。あー、いたんだけど。あー、ジャッキー、お久しぶり。手書きちょうだい。ちょうだいはダメ。お久しぶり、誰？リーちゃん。で、あ、知ってるよ。あ、ホミヤちゃん、ヤッホー。こんにちは。ちょっと撮って撮って、りーちゃんのこと撮ってくれない？パパパ、すごい、なんかすごい韓国アイドルみたいなアングルになって、ありがとうありがとう。チャッキー何歳になったの？4歳だね。もうすぐ5歳じゃない？どこかに行くんですか？すごいじゃん。行く。うん、どこ行くの？お出かけするの？お出かけするの？お出かけする？マリアちゃんさ、ヒスちゃんパワーアップして、手挟みそうじゃない？大丈夫？もう常にね、どこか。この間もおもちゃのキッチンに思いっきりお腹からガーン、お腹にね、なんか傷がついて、何してる？お腹に傷がついて、なかなか磨けない。マリアちゃん、何？平川屋好き。あー、行きたい、行きたい、行きたいってすごい思ってた。行きたい。ピースして、ピース、イエーイ、イエーイ。GoPro を強盗されそうになりました。それで今めちゃめちゃ頭を引っ張ってGoPro が欲しくてしょうがないみたいです。ごめんね、ごめんね。ピース、なんでお野菜食べないというのは、ピーマンが嫌いで、はい、なんでも嫌いだったのです。羊さんもピーマンは嫌いです。人参とじゃがいもしか食べられません。え、もうマリアちゃん人参嫌いじゃなかったっけ？ねえ、嫌いだったのかしね。なのにチャッキー食べれるってことはすごいじゃん。でもね、もうしつこく言わないと食べない。ああ、手何？ほら、アプローチ。手何？ほら、アプローチ。大変、大嫌いなやつが動いた、チャッキーが。ルンバ、いや、ちっちゃいのは好きだけど、大きいのは嫌い。ルンバとお野菜どっちが嫌だ？どっちも嫌だ。止めて、止めて。でもね、お掃除してるルンバもお仕事してんのよ。ぶつかっちゃって吸い込まれちゃうかもしれないから、いやいや、吸い込まれちゃうかもしれないから嫌だ。じゃあどっちか交換条件にしようよ。ルンバを止める代わりにお野菜を食べるっていう。ルンバにぶん投げる。あ、ぶん投げるの。そしたら吸い込むよ。そしたらもっと怖くなるかも、お野菜ルンバで。ママも吸い込まれちゃう。マリアちゃんが、マリアちゃんが吸い込まれちゃう。嫌なのね。はい、ということで、ちょっとチャッキーの子守を抜け出し、アルイドとのですね、販売ショップがある東野木のタックさんへ伺っております。こちら、はい、アルイドと山盛りありますよ。そろそろ皆さん、これいい時期なんじゃないでしょうか。これまだ在庫あります？あります。ほら、もうこれ完売したであろうものがここになぜか売ってあるんですよ。この店は不思議ですね。一番最初に作ったこちらのファーハットの方も売ってありますし、ポップアップ限定で売ってたこのロンティーも売ってありますし、そしてこちらのですね、ひっくり返ったあのブルーのカラーデニムも売ってあります。結構これ速乾したはずなんですけど、なんで売ってあるんですかね。でもここだけですよね。そうですね、ここだけなんですよね。だからちょっとここだけの商品になるんですけども、皆様ぜひ東そのぎのタックへお立ち寄りください。よろしくお願いします。竹美さん、よろしくお願いします。はい、私たちはママにお店を任せて平川屋さんに来ました。悪いよ。なぜか竹海さんも一緒です。
で、マリアちゃんはちょっと今チャッキーたちと別の車でこっちに向かっているんですけども、駐車場満車じゃない？満車。いやなんか空いてるでしょ、雨だからみたいなさ、誰も来んやろみたいな感じで来てみたらさ、めちゃめちゃいるんだけど人、私と同じ考えの人が多いんだけど。ということで今から平川屋さんに行ってアイスを食べます。レイちゃんごめんね、私だけ食べちゃうよ。ちょっとね、ほらほら、おったおった、もう台風なのにすごい打たれながらばあちゃん、私ばあちゃん、イーサ先生です。ただいま、おかえり、ありがとう、はいはい、それでお菓子買おうね、待っといよ、じいちゃんも待っといよ、はい、行くけんね、はいはい、ピースただいま、ただいま、ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー、じいちゃん、ヤッホー、ヤッホー、お菓子買いに行こう、お菓子買いに行こうだって、うん、よしよし、こっちか、こっちやばいやばい、おじいちゃんからお金もカツアゲしてる。一番高い500円玉を取っていましたお金を、お金をどれぐらい持ってる、すごい持ってません？1、2、3、4、5、どと持ってます。お金持ち、お金持ち、うわ、うわ、札束持ってんじゃん。ばあちゃん髪の毛が風に吹かれてます。風に吹かれてます。じゃあ行く、買いに行く、行く、行きましょう。ばあちゃん大丈夫ですか？ばあちゃん、港屋さんってどこだっけ？なんかいろいろ売ってるとか。そうだよね、あの駄菓子買いに行くんでしょ。東京はないもんね。東京はね、ないよね、うん、やばいやばい爆買いしてる爆買いしてる、ね、水ちゃん入れ方がすごいじゃん、すごい早いよ初めてのお使いすごいすごいかわいいほら自分で自分ですごい1000円からえらい。一方その頃あのすいません、欲張りね。まだ買ってるんですか？中リーサ先生って言われますよ。あれこちらもおじいちゃんの飴を買わないよばあちゃんのじゃなくておじいちゃんの、そうそう、あそうですめっちゃ気になる商品があったんだけど、ルーズソックス洗いネットってさ、ルーズソックス専門のネットがあるんだけど、すごくないこれ、ね、懐かしい、うわ懐かしい、ルーズソックス洗いネットはい、ということで私は今実家に焼肉を食べて帰ってきました。そしてチャッキーとヒスコちゃんはですね、マリアちゃんと今シャワーを浴びておりますね。みんながね今お風呂入ってる間に、私は見て、シャトレーゼの乳も卵も小麦も使ってないアイスっていうのがこれある。これが本当にねマジですごいと思う。なんでこんな乳の味するんだろう。めっちゃうまい、マジでシャトレーゼ好き。今度シャトレーゼ爆買いやってみようかないいね、うん、健康スイーツ爆買い、みんなが幸せになれるじゃん。だって美味しいもの食べて健康っていうのがさ、私たちの強い味方じゃない。シャトレーゼありがとう。おはようございます、次の日の朝です。あちょっとちょっとみんな元気？元気、これなんだ？アイス、アイス、何アイス好きな人？チェッチとアイスが上に乗ってるやつだな、アイスティ、チェッチアイス、すごいです。朝から元気ですけど、いやマリアちゃんあの後寝た？お姉ちゃん見に来てお姉ちゃん寝てたから寝た。あーマリアちゃんと喋りたかったのに、ね、マリアちゃんも一瞬寝て起きるの？いやもう一回寝たらもう終わりタイプ。二人が寝るまで起きてんの？暗闇で。そうだね、私が先に寝ることはないかも。なんか誰かの寝息で寝れるタイプ。マジで？お姉ちゃんは？私気絶タイプ昨日も TikTok 見ながら寝てた。しかもさ、ママ TikTok がさ、私パラパラだったでしょ。東京みたいな感じこういうやつ、マジで私の子守唄パラパラ。あらそうパラパラ、パラだから。マリアちゃんちょっとまた今度ゆっくりしましょう。今日ちょっとお仕事行くけど、もしかしたら明日帰るかもしれない。あ本当？もしかしたら戻ってくるかも、アゲイン戻ってくるかもしれないから。やったねーとか言って、とりあえずその時は面白い YouTube だったり TikTok 見て大笑いしようねー、うん、確かにということで、じゃあさよならしよう。チャンネル登録
押してねそしてグッドボタン押してねかわいいそれではまた次でお会いしましょう。バイバーイ。チチチチチチかわいい